はい、それではやっていきましょう。まあ今回はちょっとテーマっていうよりも、なんかこう花屋のビジネススタイルについてみたいな、ビジネスモデルの一つっていうところをちょっとお話ししたいんですけど、まずお店の立地、まあ基本的にはその人通りが多いのか少ないのかって、これは線引きで分かれると思うんですよね。商業施設に入ってるお店だったら、そのお客さんが多い、人通りが多い、お店の前を何人通ってくれますかって、そのうちの何パーセントが店にこう入ってきてくれますかっていうところを見たときに、まあ大体家賃が安いと人通りが少ない、家賃が高いと人通りが多い、大体それはまあ多分だけど全国共通っていう形にこうなってるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ今回言いたいのは、やっぱりその今流行りのインスタ映え、まあそのインスタグラムを活用して物を売るっていうようなことも花屋さんは今後やっていってもいいんじゃないかなっていうお話です。まあそれを思った時に、その立地で絶対に売上とか利益は左右されないっていうことなんですよね。ビジネスっていうのは絶対にセンスなんですよね。そのセンスをどうやってその磨くか、どういう思考で、例えばその人通りが少ないんだったら認知してもらえるインプレッションを増やして、その見てくれた人たちに、あ、それいいねって思ってもらったら購入につながる。つまり人通りの多いところも一緒なんですよね。人通りが多いところで商売すれば、あ、それいいねって思った人たちが買ってくれる。で、人通りが少ないから結局その絶対数が少ないっていう、そこが家賃が安い、つまり人気がないから安いで、安いから人通りが少ないって、この辺はまあまあ大体イコールになってくると思うんですけど、最初商売をやった時っていうのはお客さんは絶対0人だと思うんですよ。この0人に対してどうアプローチしていったらいいかって、お店をする前からインスタグラムでいついつオープンしたい花屋っていうのを告知すれば僕はいいと思うんですよね。まあ例えばそんなんやってる人いないよってなるかもしれないけど、やっぱりそのこういう花屋さんを目指してます、こういう店作りをしたいですっていうのを常日頃から投稿していくみたいな、まあそれがお花屋さんで働いてるんだったら、やっぱりこういうアレンジメント、いつか自分の店でやってみたいですであるとか、そういう店舗ないのに、そのまだ営業してないけどこれから先この店舗をオープンしたいですっていうアカウント、これどうなる、人によってははぁなんじゃそりゃって思われるかもしれないけど、人によってはあ、それその発想なかったっていうようなことにつながったら面白いなぁと思うんですけど、お店を持ちたい、でもお店を持ってからじゃないとインスタはできないって思ってるかもしれないけど、お店を持つ前から開業する時の名前はどういう屋号にしたいなって、でこの屋号もね、まあうちの店は駒川花市場っていう店の名前なんですけど、なんで花市場っていう名前をつけたかって言ったら、将来的に絶対に安く売ってお客さんでごった返して、その市場っていうその賑わってるイメージ、安いっていうイメージだから、こうフラワーショップでなかったり、こうフローリストではないっていう、その逆でもあるんですよね。花を売ってる駒川っていう、これ地域の名前なんですよね。で花市場っていうのは市場って安いイメージ、その安く売ってるイメージって、これをその合わせて駒川花市場っていうその屋号にしてるんですけど、まあその安く売りたい、お客さんにお買い得に、また人がたくさん入ってほしいって、いろんな意味を込めて市場っていう名前にしてるんですよね。そうだから、こうなんだろう、そのネーミングも大事なんじゃないかなって。その例えばミカサっていう名前でフローリストミカサって書いてたら、なんか高そうなイメージ。そうだから、その
お店の名前っていうのも、例えば好きな花が、例えばマーガレットであったり、そのユリであったり、その何か好きな花の名前をお店の名前にするっていうのももちろんそうだし、もうめちゃくちゃおしゃれな名前をつけてもいいと思うんですけど、どういう方向性で行きたいっていう名前、可愛いお花屋さんがしたいんですっていうような、その名前だったら、やっぱりその可愛い名前をつけた方が、こうなんかこう小難しい名前にするよりも、その名前だけでお店がわかるみたいな、そういうところも、例えばタイ料理のお店でトムヤンくんっていうお店があるんですよね。このトムヤンくんっていうお店に入って、そのスタッフの人に、ここのトムヤンくんは美味しいですかって聞いた、片言の日本語で、はい、看板商品ですから、みたいな感じで伝えるっていうか、まあもちろん、じゃあそれだったら、じゃあトムヤンくん一つって言って食べた、その人は、あ、さすがだねって、看板にするだけあるねっていうような、その美味しい料理でしたっていう話を聞いたことがあるんですけど、まあそれぐらい、その商品、これを推してますっていうのを屋号にしてもいいし、またそんなんで、例えばもうこんな店をオープンしたいですっていうのを掲げてインスタを作って、このインスタにずっと、例えばそれ花屋さんで働いてるんだったら、その花屋さんで作ったアレンジメントとか、こんなんも私が作りました、いずれ自分がオープンする際にはこんな感じでやっていきたいですっていうのを、思いを乗せながら投稿するみたいな。そしたらそれを見たフォロワーさんたちが、例えばそれを応援してくれる、いつかあなたがオープンした際にはあなたから注文を取りたいっていう人が増えていったら、それはそれで、最初からオープンしてお客さんゼロに、例えば常連客ゼロ人っていうよりも、その常連客が10人でも20人でも30人でもいる状態からスタートした方が絶対に有利なんですよね。そういったインスタ活用術っていうのも僕はいいんじゃないかなと思うんですけど、あとはそのまあ僕の知り合いの花屋さんで、地域のケーキ屋さんだったかな、まあそういうなんかクッキーみたいな、こういうそのお菓子、まあ、クッキーの、その、セットみたいなんと、お花っていうのを、まあ、コラボして、その、なんて言うんだろう。クッキーはクッキーで、もうこの商品価値あるんですよね。で、このお花っていうのはお花屋さんで売ってる。これで商品価値あるんですよね。これを合わせることによって、ここに付加価値がつくんですよね。このお店でしか買えない限定30セット、みたいな。こういう限定商品、女性って限定商品って弱いですよね。そう。そういったところも、やっぱり、なんだろう。その人は、花屋歴で言ったらまだ、その、トータルすれば7年ぐらいかもしれないけど、その発想力、イマジネーションが、やっぱりすごいなって思う。その、経営とか、そのビジネスっていうのはセンス。何回も言うようにセンスなんで、例えば30年だからどんなすごいセンスがあるかとかでは、もちろんそのあるんすけど、でもやっぱり考えたら考えただけそのセンスは磨かれるって。考えなければ結局30年やってようがセンスは磨かれないって、こういうことなんですよね。そう。だからそういったセンスをしっかり磨いていく。その地域、またその同じ市のその地域のそのケーキ屋さんと花屋さんがコラボするっていう、ここで母の日の商品を30セット作って、これをまあインスタに載せたりとか、それで母の日が来る前にもう半分以上売っちゃうみたいな、まあ売れちゃうみたいな、もうそれも当然だろうなと思いました。普段からインスタを活用しているのに、そのお父さんを、そのお父さんお母さんじゃない、その夫婦の家庭だったら奥さんにもお母さんがいるし、旦那さんの、お母さんもいると思うから、結局それが2個ずつ売れていくであったり、やっぱりそのなんだろう、30セットじゃあその次の年は40セットっていう風に、買えなかった人たち、問い合わせたけど買えなかった人たちのことを思ったら、それが
次の年には50セットになるかもしれない。でもここでしか買えないっていう付加価値がついてるから、よそのお店じゃないんです、あなたのところのこの商品が次は手に入れたいんですっていうような思い。買えなかったらね、なんかね2倍ぐらいなんかこう引きずるというか、ああ買えんかったからまあこれでいいかなってこう妥協案、なんかそういう風になってくるんじゃないかなと思うんですけど、そうだからそういうなんだろう、そのオープンする前からオープンしたことをこう想定に入れて、インスタをお店の名前を考えてそんなことをやるっていうのも面白いんじゃないかなと思います。まあ今回ね、その母の日がもうちょっとで近いっていうので、まあそういうあの面白いコラボをやってる花屋さんがいたんで、こういうのは僕はこう真似するべきじゃないかなって。またそれが他のそのお店とコラボじゃなくても、その例えば鉢植えとアレンジをコラボするであるとか、そのソープフラワーと、切り花、うん、まあアレンジをコラボするとか、お店にある商品でコラボすることによってその新たな付加価値がつくっていうような、これ単品だったらいくらだけど、これ単品だったらいくらだけど、でもこっちにはカゴに入って森カゴとしてセットになったお母さんありがとうセットみたいな、そういったんで、この単品じゃ売れなかったけど、このセットにすることによって商品が売れるっていうような、商品の力が例えば50です、商品の力が50です、カゴに入れて20に対して50と50を入れて、この商品力が120になりましたってなったら、ちょうどそれが欲しかったのみたいな、その金額にも、例えばこう3000円で予算を持ってます、5000円で予算を持ってますっていうような人たちにも、これがこう、あ、それやったらこんないいのがあるんやったら、ちょっと3000円予算だけど、でも5000円でこれちょっと奮発してこれが欲しいなってなるかもしれないし、まあそういったところはね、その売り手側の思考よりも買い手側の思考、まあこういったところじゃないかなって。あのお客さん誰もが安いとその買いたいっていうのがイコールではないっていう、こういった母の日みたいな時は逆に高い方が売れるっていうこともあるんで、あのぼったくるっていう意味ではなくて、その、 あの商品がやっぱりお客さんがいくらぐらいを想定してるって、例えばそのこういう商品を普段だったらこう、いや2000円ぐらいで全然売れるよっていうような商品も、お客さんが3000円ぐらいの予算で来てるとしたら、これ3000円の価値にしてたら、あ、じゃあこれくださいってこう繋がりやすいっていうか、そう。だからそれが、例えばもう、母の日が終わっちゃった、次の日になったから、じゃあこれを2500円に下げますとか、2000円に下げます。これはいいと思うんですよ。3000円で結局売れ残ったから、じゃあ次の日になったら、あの、プライスダウンっていう感じで販売して、遅れちゃったけど、母の日でまた送りたいっていうような人が、あ、それやったら、じゃあこれちょっと買っていこうかなっていう気持ちになると思うんで、はい。そういったあの、立地で物が売れるとか、売れないっていうのは、イコールではないよっていうことが、まあちょっとお伝えしたいんですけど、そう。なんかこう、あの、まあ、うちの店は商店街の中にあるんで、やっぱりそのお客さんが多いっていうところで花がよく売れるっていうイメージなんですけど、あの、売れない店は売れない、そのお客さんが少ない店は少ないなりにそういう努力をすれば、それが売れるにつながるんで、その売るっていうことをどんだけ考えるかってところですよね。そう。あの、考えた分だけ本当に答えがいっぱい出てくると思うんで、そう、考えなかったら、行動に移さなかったら、ちょっともったいないなって思います。せっかく売れるのにとか、やり方もうちょっとこうやったらいいのにっていうようなところがね、いっぱいあると思うんですよ。そう。あの、安さだけで言ったら、うちより安いところなんか、なんぼでもあるよって僕は思うんですよね。だからその、利便性、近いから買うであるとか、あの、安いから買う、あ、新鮮やから買う、バリエーションがいっぱいあるからここで揃える。なんかいろんなスタッフがちょっと愛想良かったとか、そんなに繋がると思うんですよね。あの、うちの店も、やっぱりその、お客さんと、その、わーわー言いながら楽しく買いたい。楽しく買いたいけど、やっぱりその、お客さんが多いから、一人にこう、うん、長時間こう、時間を割くことができないから、まあ軽い挨拶程度で、
終わらせるっていうことが多いんですけど、普通の花屋さんはしっかりと常連さんを掴んで、やっぱりその常連さんが母の日どうされるんですかみたいな感じで聞いた時に、あ、今年はこう思ってるとか、そういうふうなヒアリングした上で、うちこういう商品また出るんで、もしよかったらまたこのお願いしますみたいな感じで言うっていうのも一つなんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ立地に売り上げは左右されないよっていうところをお伝えしました。以上です。